はい、大輝です。今日は勉強編ですね。前回漢字テストをしたんですけど、今日は漢字の成り立ちにフォーカスして、授業していく様子をお送りします。漢字をちょっと身近に感じてもらって興味が出てくればいいかなっていう思いで、めぐりと一緒に考えていこうかなと思います。漢字の成り立ちってすごい面白いなって僕自身が感じていて、なんかストーリーがあるし、当たり前にその漢字だって思ってたら、裏にこういう出来方があったんだみたいなのが知れると楽しいなって思うので、僕は楽しいなって思うことをめぐるに、落とし込んだらどんな感じになるのかなっていうのを見ていきたいなと思います。はい、では授業風景をどうぞ。じゃあ、ね、吉田めぐるってちょっと漢字書いて、簡単な書いて書いて書いて、おお、いいね、うまいね。めぐるさ、このよしって字あるでしょ、これどうやってできたか知ってる？知らない、だって、だってまず習ってない。習ってないの？吉田のよしってさ、あのおみくじとかで見たことある？うん、あるよ、吉が吉だ、それだ、素晴らしい、吉だな。大吉ってめっちゃいいよね。うん、そう、めでたい、めでたいよね、大吉って。これのできた、でき方を教えてあげるからさ、ちょっと友達とかに言っていいよ。これ下は何？ん？この下はどういう感じ？口？お、口、素晴らしい、口だよね。こう昔ね、こういう時代、こういう感じ、ほら、口みたいな、笑った時の口ね、口がこうで、このね、し、上はね、刀書いて、これと同じでいいよ。うん、あ、ほんとだ、ここにボッとつけても、ほんとだな。このさ、刀あるでしょ、で、口なのね、あの、刀ってさ、なんか高そうじゃん、お宝みたいじゃんか、そう、高いのよ。だから、昔、お祭りでね、神様にあげる、お供えするみたいなのでさ、刀ってありそうじゃん。あの、神様にちょっと刀ですみたいな、これお宝なんですけど神様どうぞみたいな、そうなの？そうそうそう、昔のね、お祭りとかで、その時にその神様に祈りながら刀をやったから、わかる？おめでたい日に、おめでたい時のお祭りで刀をこう献上しながら口で祈ってる、そういうのが吉なの。だから大吉ってこういう意味なの。すごくない？口と刀で、中吉も、そうそう、だからそれは中吉のほら、吉のさ、上、ほら、中とか、中の意味に引っ張られてる、中とか小も、吉日、あの、すごいめでたい日のこと、吉日って言うんだけど、そう、めでたいって意味なの。だから吉田めぐるのよしはめぐってめでたい、吉田めぐるめでたんだけどね。そうだな、そうだな、そう、そう、田んぼの田、この田んぼはどういう成り立ちが知ってる？知ってる。どういう感じ？どういう、まずこれがあるじゃん。で、あ、いいね、いいね、畑。おう、そうだね、田んぼ、すごいすごい、そう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 、区画がね、ぴったし、この何々さんの田んぼ、何々さん田んぼ、 A さん、 B さん、 C さん、 D さんみたいな感じだもんな、そうだよ、だからめでたい田んぼでしょ。え、めぐるって分かってるって、これ難しいな、わかんない、わかんない、そうだ、ごめんな。これさ、めぐるの字にさ、隠れてるさ、乗り物どれやろ、なんだろう、めぐるっていう字に、お、素晴らしい、車だな、車があるから、これってね、この軍、この字あるでしょ、これってさ、なんていうのか知ってる？これだけで、これだけでなんていうのか知ってる？そうそう、軍って軍隊の軍とかでね、だからこれでね、戦車って意味があるんだって、戦車で、ちょっとこの神尿がね、これなんていうの、神尿って言うんだけど、ごめんな、このね、神尿ってもともとあのね、十字路って意味があるんだって。マジ？そうこれ十字路って意味があって、なんかこれがすごいほらぐにゃぐにゃなってるでしょ、これはもともとこういう感じだったらしいんだよ、それで十字路って意味があって、十字路でしょ、戦車でしょ、だから十字路をこう戦車でこう運ぶっていう意味があって、ほらこれや、そうだから戦車と十字路でこうなんか戦車でこう運んでるみたいな、道で運んでるみたいなイメージで、この軍っていうのができた、運ぶだって。へぇ、そうそう、じゃあこれはどういう意味だから、もう言ったよ、やったよ、ちょっともう一回言ってよ、もう一回教えてよ、口あるね、口あるじゃん、あるね、剣あるじゃん、剣あるな、で、神様に、祭りの時、この剣を、神様宝ですみたいな感じで祈って、で、大吉の台は、父が大きい時、中くらいの時、小あれと小さい時、そうそう、吉っていう字だけではめでたいって意味だからね、OK、だから吉日っていうからね、吉日って書ける、どういう感じか、分かった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 、
すげえな。実もかける。そう、吉日。これでめでたい日だな。ちょっとじゃあ、めぐるって字、なんでめぐるになったの？もうわかる。もう一回言ってよ。ちょっと教えてくれよ。めぐの口から聞きたいな。怒る字。あ、そうな。それは怒るで、なんだった？じゅの字。なんて言うんだっけ？なんでだっけ？そう、道だな。十字路、十字路。そう、十字路、十字路。あ、いいね、いいね。じゃん。そう。で、車が、で、運ぶじゃん。そう。だから、ほら、これ戦車って意味だよ、これ。グーは。戦車って。戦車っていう意味じゃん、最初は。そう。あ、ここの感じだけで。うん。だから、運ぶ。うん、素晴らしい。車が。そうね。で、運ぶから、わかる？運命って、運命って神様がこう、運んでくるでしょ。ああ。だから、運ぶだよ。オッケー、いいね。成り立ち面白いね。面白くね。面白いな、感じは。うん、すげえ。よし、吉田めぐるコンプリートだ。オッケー、じゃあ今日のあれは終わりです。オッケー、簡単だったでしょ。簡単だったでしょ。難しかったかい。はい、うん、興味持ってくれたんじゃないですかね。結構面白がってくれてよかったなと思います。やっぱ知らないですもんね。へえ、そうなんだとか、結構なんでとか、そういう声があったので、いい兆候なんじゃないかなと思います。漢字の成り立ちはビジュアル視覚的でもあるので、納得もしやすいし面白いんじゃないかなと思います。一つ教え方の時に説明をさせることを結構意識しました。一方的に聞くだけの授業とかはすごい受け身な授業になっちゃって、まあいずれ面白くなくなるし、記憶の定着もすごい薄いんですよね。話すとか書くことによってアウトプットをさせて、できるだけその記憶に定着させれるような授業の体系にしたいなと思ってます。アウトプットがすごい大事だなって、僕が勉強する時でも本当にアウトプットを意識しているので、子供に説明させるっていうのはすごいいいことなんじゃないかなと思います。こう、僕が面白いなと思ったことに食いついてくれるなって思ってるので、いいんじゃないかな。もっと分かりやすい、なんだろうな、成り立ちの本とか買ってもいいんじゃないかなって思いました。はい、また考えてみます。では今日もありがとうございました。